なんか、ドッカン究極エキサイトバトルステージにサイヤ人編ミッション。なんか、こんなんでいけるらしいぜ。うん、これが極限したじゃないですか。これが、なんか、すごくいいみたいで、うん、やってみようかなっていう動画です。いつもありがとうございます。オスボンバー、徳島の番組です。では、行きましょう。行きましょう。いけるらしいぜ。知らんけど。まあ、いけたらいいやん。うん、まあ、いけたらええんちゃいますかーい。どういった方がええん、こうでええんか。え、いや、アタックテイカーをぶちかましたいな。アタックテイカーぶちかませるかどうか知らんけど、うん、こういったらええんええんじゃない。うん、よろしく。いや、いて、そう、リーダースキルかかってないからな。にしても防げてんな。やるな。あ、ディフェンス低下か。これでアタック低下か。普通の必殺はアタック低下。だからもう一発撃て。あやー、通常攻撃やし。だるいな。しんどいな。あー、しんどい。で、ガードと軽減ね。あは、あざーす。天使ハンドチャウスね。行動前はね、ちょっと食らっちゃう。行動後はいけるんだけど、多分いけると思う。開始はないですよな。うん、で結局あれでしょ、ブルーコンビのアタック低下がまあええんでしょ。で二匹玉取って取りちゃうし、開始も出るし、まあそれに期待ですよね。うん、12万、まあ防げてる方ちゃいます。ただこのステージ2のブロリーの必殺撃ってからの全体攻撃がバリ鬱陶しい。ほんまに鬱陶しい。こいつもアタック低下だったな、確か。まあこれ持っている人おるんかな。あんなも少ないでしょうね。ああ、追撃ありがとう。やっぱアタック低下はね、やっぱ最強と思ってる。うん、ディフェンステーカーも、このステージはディフェンステーカーもええんかな。うん、でここで来ました、超強襲イベントのベジータね。うん、ちょっと待って、これ極限してからこれどないなった。24、やっぱディフェンスは下がんねや。あー、でもアタック上がんねや。あ、そうなんや。まあとりあえずここはどうしようかな。アタックの方やな、やっぱこうやな。こうでこういって、二次弾はいっぱい取りたいのに、二次弾は取れ、ディフェンス下がるのはしんどいな。じゃあまあこれでいこうか。うん、で中確率回避を、あ、しないんだ。しないのね、これって。防げるのかな、行動前やけど。あかんのかい。あ、いい並びちゃん、になる人もセンテクロやめたらええわ、たまには。あ、めっちゃ二次ギ玉取れる。じゃあこうめっちゃアタック低下してもらおうかな。なあ、で回心も出しつつ、お、めっちゃええやんええやん。そう、うまいこと木玉がね流れてくれたらね、どうってことないと思うんだ、多分ね。でここで初登場というか、久しぶりに出てきました、あのドッカン武道伝のベジータ。うん、久しぶりに使うな。必殺も出てないけど。わあ、いいね、会心。で、アタック程度もぶちかましていきつつ、ディフェンスも下げていきつつ、やな。ほんまやな、すごいな、こいつら。やるな。もう一発。あ、いいね。やるな。へえ。ということは、サイヤ人編、こいつを連れていったら並び何でもいいっていうわけだ。うん。すごいな。もう一発開始なんてどうすかね。おお、やるな。だいぶアタック低下ぶちかましたで。で行動もしっかりガード、うん、軽減できている。で語彙力軽減できている。おお、中確率回避、サンキュー。ほんであんた開始どうすかね。あかんかい。開始出たらワンチャンいけるんじゃん。もう一発どうすか。
あざさざさざさ、あざさざさ、いいやいいや、まあ、こんな感じでやっていったらいいのね。うん、これはいけるやろ、だいぶアタック低下したし。クロちゃんみたいになったけど。久しん久しんよ。変でも17万きっちい、17万きっちいな、きっちいな。追撃してくれへん、ないんじゃ。あー、そんな感じでやってたんか、惜しいな。ではもう一度頼むよ。さっきの要領だろ、前に。じゃあこういこうか。あー、いや、うん、いや、いや、いや、もったいないな。あ、まあ、アタック低下ぶちかまして2個か、お、3個か、ええんちゃうん、3個ええんちゃうん。まあええわ、もうこいつも必殺打ちたかったけど、まあええとしようや。うん、でアタック低下ぶちかましてください。アタック低下ね。うん、あーざす。でもう一発ないんかい、もう一発ないんか、お前は。アホキー、舐めてんのか、舐めてんのか。もう全体攻撃カットみたいなないですか。長い、だるい、長い長い長いな。さあ、会心、会心4回、必殺4回、どうやな。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、せい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 、シェイ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 、おいおいおい、おいシェイ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 、ええやん、極限してバケモンなったな、ブルーコンビ。オアコンビとは言わさんぜ。おいしょいしょい。もう 60% ぐらいアタック低下しとんじゃん、知らんけど。おいしょいな、ほんまや、勝てたわ。すごいな、すごいな。まあサイヤ人、まあなんか適当なメンバー6体入れて、この極限者ブルーコンビをフレンドさんに借りたら、まあ勝てますけど、勝てるけど、結局運ですね。運要素めっちゃ絡んでくるし、なんかリタマラもなんかしなきゃいけないから、これは普通にサイヤ人編成で行った方がいいと思う。まあサイヤ人編のキャラ不足してるっていう方は、まあこの天津飯&チャオズをリーダーにして、全属性リーダーね、120ね。で、あと中身、まあ適当ななんか持ってるサイヤ人編入れて、で、こいつでやってもらうっていう感じにしたらいいと思うんで、まあぜひやってみてください。まあ勝てるは勝てます。うん。だから時と場合ですね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。